1993年に開幕して以来、多くのスーパープレーでファンを熱狂させてきた J リーグ。サッカーといえば、守備やコンビネーションなど多彩な技で見るものすべてを魅了しますが、やはり皆さんが一番記憶に残るプレーといえばゴールでしょう。J リーグの最多得点記録保持者は、2021年で惜しまれながら現役を引退した大久保嘉人選手の191点が最高で、現役選手では興梠晋三選手が2位の163得点と追い上げを見せています。多くのゴールでサポーターを虜にしてきた実績はもちろん素晴らしいのですが、少ないチャンスでゴールを量産する決定力が高い選手も見逃せません。サッカーでは1試合あたりプレイヤーがボールを触る機会があるのは平均で約90秒と言われていて、ストライカーがシュートチャンスに恵まれる機会はごくわずかです。ただでさえボールに触れる機会が少ないのに、さらに少ない決定機を確実に決めるストライカーは歴史に残る偉業と言っていいでしょう。今回は J リーグで長らく活躍してきたストライカーにスポットを当てて、決定力の高い選手をランキング形式にして発表します。栄えある1位に輝いた選手は最後に発表しますので、チャンネルはそのままで最後までご覧ください。2位、エジミウソン。2位にランクインしたのはアルビレックス新潟や浦和レッズ、セレッソ大阪で活躍したエジミウソン選手です。エジミウソン選手は2004年ブラジルから移籍金3億円でアルビレックス新潟に移籍すると、2試合に1得点というハイペースでゴールを量産してきました。アルビレックス新潟では歴代最強助っ人として一番に名前が上がるほどの活躍を見せ、2008年に浦和レッズに加入。浦和レッズでは当時在籍していた高原直弘選手との主力争いに打ち勝ち、レギュラーとして活躍。7シーズン連続で2桁得点を記録するなど、浦和レッズのエースとして申し分ない活躍をしてきました。南米出身のストライカーにありがちな得点は取るけど守備はしないというレッテルを覆した選手で、前線から激しいプレッシングをかけ、守備でも高い評価を得ました。2012年には FC 東京、2015年にセレッソ大阪でプレーし、現在は母国ブラジルでプレーを続けています。エジミウソンの得点記録は歴代11位の111得点を記録していて、1試合の平均得点は 0.47 と非常に高い決定力を誇っています。3位、マルキーニョス。3位にランクインしたのは東京ヴェルディや横浜 F マリノス、鹿島アントラーズなどで活躍したマルキーニョス選手です。中村俊輔選手が現役生活のベストイレブンにマルキーニョス選手を選出するほど、攻守において実力の高いプレイヤーとして人気があります。マルキーニョス選手は2001年に東京ヴェルディに入団。当時 J2 降格危機にあっていたヴェルディを J1 残留に導く活躍を見せてくれました。その後、横浜 F マリノスやジェフユナイテッド市原千葉、清水エスパルスと渡り歩き、2007年には鹿島アントラーズに加入。2008年には得点王に輝き、リーグ連覇に貢献します。10シーズン連続得点を樹立するなど安定した活躍を見せ、2011年にはベガルタ仙台、2012年には横浜 F マリノス、2014年にヴィッセル神戸に移籍するなど、J リーグ屈指の助っ人として活躍しました。現在は母国ブラジルでビーチサッカーに転向し、46歳になった今でもサッカーを愛し続けています。マルキーニョス選手の得点記録は歴代6位の152得点、1試合あたりの得点は 0.456 と抜群の安定感を持っています。4位、中山雅史。炎のストライカーの愛称で知られる中山雅史選手が堂々の4位にランクインしました。中山選手といえば、公式戦4試合連続ハットトリックを達成してギネス記録を更新、日本代表ワールドカップ初得点記録者、国際試合の最短ハットトリックを記録するなど、記憶と記録に刻まれる日本人 J リーガーとして歴史に名を残している J リーガーの一人です。他の J リーガーやストライカーと比較するとテクニックに見劣りはしますが、ピッチを縦横無尽に駆け回り、野生の嗅覚でボールを呼び込みゴールを決めるスタイルはゴンゴールと呼ばれ、多くのサッカー選手に衝撃を与えました。中山選手に憧れて J リーガーになった選手は数えきれないほどいて、後に J リーグを代表する選手になる高原選手や前田良一選手など多くのストライカーを育ててきました。世界中から愛されているサッカー漫画キャプテン翼では本人役として登場し、スタミナと根性が作中屈指だった石崎亮選手を中山選手のチャントを歌わせながら一緒にダッシュする、練習でバテバテになっている石崎選手を尻目に一人ハードなトレーニングをする、汗一つかかずに石崎選手を鼓舞しているシーンが大きな話題を呼びます。中山選手はジュビロ磐田、コンサドーレ札幌、アスルクラロ沼津を経て一度は現役を引退しますが、現役に復帰しジュビロ磐田のコーチへと就任。
2023年からアスルクラロ沼津の監督に就任することが発表されています。中山選手の得点記録は歴代4位の157得点、1試合あたりの平均得点は 0.442 と日本人 J リーガーの中で歴代トップの決定力を持っています。5位、ジュニーニョ。川崎フロンターレや鹿島アントラーズで活躍したジュニーニョ選手が堂々の5位にランクインしました。ジュニーニョ選手は2003年当時 J2 に在籍していた川崎フロンターレに加入するといきなり J2 得点ランキング2位になる活躍を見せ、2004年には J2 得点王に輝き、川崎を J1 へ昇格させる立役者となりました。 J1 でも圧倒的なパフォーマンスを見せ、2007年には J1 得点王に輝き、川崎を J リーグ屈指の強豪チームに導く活躍を見せます。2012年には鹿島アントラーズに移籍し、2014年には J リーグ功労選手賞を受賞しました。日本大好きな選手として知られていて、ジュニーニョ選手は日本に帰化して日本代表に入りたいと意気込んでいましたが、日本語が不得意というのと、20歳以下のブラジル代表で4試合のキャップ数があることで日本代表入りが不可能となったため、日本帰化を断念したというエピソードがあります。現在は母国ブラジルで若手選手を育成しながらトレーニングセンターを建設するなど幅広い活躍を見せています。ジュニーニョ選手の得点記録は歴代10位の116得点、1試合あたりの平均得点は 0.439 と高い決定力を持つフォワードです。さて、ここまで決定力が高かったフォワード2位から5位までを紹介してきました。 J リーグ開幕から活躍して現在もなお現役を続けている三浦知良選手は歴代6位、J リーグ最多得点記録を持つ大久保嘉人選手は歴代7位を記録しています。さて、皆さんお待たせしました。 J リーグで歴代最高の決定力を誇る選手をいよいよ発表します。1位、ウェズレイ。 J リーグ歴代最強決定力を持つストライカー、堂々の1位に輝いたのは名古屋グランパス、サンフレッチェ広島、大分トリニータで活躍したウェズレイ選手です。ウェズレイ選手は J リーグデビュー当時の本田圭佑選手がウェズレイ選手からサッカーを学んだ、ストライカーを目指す選手はウェズレイ選手を手本にした方がいいとコメントするほど、基礎からテクニックまで全てを兼ね備えた選手の一人です。強靭なフィジカルから繰り出される地を這うようなシュートを見せたかと思えば、抜群の足の速さでディフェンダーを置き去りにし、フリーキックも決める、繊細なタッチでボールを操るなど、見る者全てを魅了してきたサッカー選手の一人でもあります。ピチブーの愛称で知られるウェズレイ選手は2000年から名古屋グランパスに移籍すると、ピクシーの愛称で知られるストイコビッチ選手やマルケス選手とともに名古屋攻撃陣を牽引し、2003年には J1 得点王に輝く活躍を見せました。2006年にはサンフレッチェ広島へ移籍し、佐藤久人選手と2トップでゴールを量産、 J リーグ屈指の破壊力を見せつけます。2008年には大分トリニータへ移籍し、若手主体だったチームを引っ張り、当時のナビスコカップで優勝に貢献するなど大きな活躍を見せました。2008年限りで現役を引退するつもりでしたが、2009年も大分でプレーし現役を引退、現在はブラジルのチームでコーチを務めています。ウェズレイ選手の得点記録は歴代9位の124得点、1試合あたりの平均得点は 0.571 と非常に大きな決定力を誇っています。通算得点記録で2試合に1得点以上記録しているのは、後にも先にもウェズレイ選手だけです。日本サッカー界では、長らく決定力が大きな課題とされています。数少ないシュートチャンスを公式戦で決めきるには、強い精神力と日々の練習が必要不可欠です。ウェズレイ選手を超える決定力を持つストライカーが、日本人選手でも登場するよう、J リーグの試合を楽しみ応援していきましょう。今回は高い決定力を誇るストライカーをランキング形式にしてご紹介しました。皆さんは数字には現れないけど印象深いストライカーはいますか？コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。